はい、皆さんごきげんよう。オーディオファミリーです。はい、まあ、今回なんですけども、あら、マクロクロスケっていうことで、まあ、これはね、ちょっとね、池田君のね、お母さんがね、これ作って、めいっ子さんの、そうです。まあ、お孫さんやね、はい。お孫さんの孫、誕生日にこれ作って、はい。俺も欲しいなって言ったらこれくれたんです。はい。はい。めっちゃ可愛くないですか、これ。かわいいですよね。ね。すごく頑張って作ってたんで、そう、可愛いんですよ。こうやって。まあ、ところどころにはい。配置はしたので。いや、本当ありがとうございます。ということで、今回、ですね、まあ、お客さはい。んのプランニングなんですけど、はい。まあ、うち下取り品でこういったケフね、Q、R700 ですね。R700、R シリーズですあ、ね。シリーズか。はい。R シリーズの700っていうね、こモのモデルデで。ル、はい。まあ、予算もあるはい。んで、ちょっとここら辺で、まあ、クラシックのね、はい。多めな CD もクラシック結構多いんですよね。はということで、い。まあね、うちの提案としては、まあ、予算内の話もありますから、これで、でね、まあ、1回。で、こちら、そうですで、ね。アンプがね、はい。アンパー、今 JBL。日は、こちらを使っていこうかなっていう。JBL ね、はい。750。はい。こちらをプリはい。メインで、んで、まあ、とりあえず CD そうはですね。この YBA。YBA さん。はい。ね。これブルーダイオードこれブルーダイオードでのす。タイプちでょっね。とマニアックな仕様ですね。はい。その信号のあれがそうです。ちょっはい。と違うんですかちょっとその波長がちょっと違うということね。で、よりなんかちょっと細かな音をちょっと拾えるっていうか、まあちょっとここ独特のやつですね。はい。ということで、まあ、このシステムで、やっていこうと思います。はい。まあ、何曲になるか分かんないですけど、はい。まあ、とりあえず音をお聞きください。はい。まあ、スマホなんでね、そこはご了承そうくだですさい。ね。ははい、い。よろしくお願いします。お願いしはまい。す。In this world of ordinary people, extraordinary people. I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures and such Thank you.
はい、ただいま、ケーフの、はい、R の700、はいね、このスピーカー、はい、と、まあ、JBL の、SA750、はい、と YBA のプレイヤー、はい、そうですね、まあ、こちらで今お届けしました、はい、音源はね、はい、どうでしたか。そうですね、まああのうん、今、まあ、この前にもいろいろ個人的にずっと聞かせてもらってたんですけど、うんうん、まあ、あの一聴してすごく感じたのは、うん、その音のクリアーさ、うんうんうん、あのすごく透明度が高いなっていう、うんうん、なんですごく細かなニュアンスとかもすごく、うん、あの見やすい感じがしましたね、うんうん、まあ、特にボーカルものなんかかけた時のその、うん、定位感の良さ、うんうんうん、はい、もう本当に、うん、本当にリアルにちょっと感じる、うんうんうん、それで、あ、それとあともう一つちょっとこれはちょっと気になった点というか、うんうんうん、ちょっとあれだなと思ったところなんですけど、うんうん、まあ、別に悪いところではないんですけど、うん、個人的に、うん、あの量感ですよね、うん、ドカーンってやっぱその、うん、量感がふわーっとくる感じのスピーカーじゃないのかな、うん、みたいな、うんうん、低域のそのなんていうかその音の低さでいうと、うんうん、個人的に思ってるその低いところより1段か2段ちょっと高いところでの低域の表現なのかなみたいな感じでしたね。あの全然その低音が出てないとかそういうようなことではないんですけど、これなかなかちょっと言葉で表現するのは難しいですけど、まああの個人的にちょっとそういうようにちょっと感じましたかね。あの、まあ、今回あのね、はい、このバスレフがね後ろにあるんですね。リアバスレフってことで、リアバスが2つ、ね、はい、あって、でこ JBL ここにいるんですけど、はい、ここにサランネットね、はい、サランネットあって、はい、ちょっと両眼の話も出ましたけど、はい、ちょっと音が吸われた傾向があったんで外しました、はいはいはい、ただこの部屋においてちょっと結構後ろ空いてるじゃないですか。そうですね、距離が空いてるもので、うん、これもっと壁に近づければ、ね、まだ全然また表現は変わると思うんですけど、ね、まあここで聞いた感じではまあ個人的にそういうように感じましたね、うん、あの低音が出てないとかそういうわけではないんですけど、うん、あの沈み込みというか、うん、そこがまああれかなって、うん、まあその分あれなんですよ、本当に声、うんうん、あと本当にその音のその立体感みたいなものがもう格別に、うんうん、なんか本当に感覚としてつかみやすい感じでしたね、うんうん、あの本当にまあこれケフさんのホームページ見ていただけると分かることなんですけど、うん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 、あの没入感ですよね、なんか本当にその音楽の世界にそうやって没入できるっていうのがこのケフさんの売りですよね、うんうん、ちょっとマクロクロスがちょっと一緒に画角入れてます、はいはい、でまあその没入感というかその音のその鮮度感とかその、うん、なんていうかその定位の良さですよね、うん、をなんか実現してるのがまあここなんですよね、うん、ケフさんといえばまあこのユニット、うん、あのユニキュードライバー、うん、あのまあ同軸ツーウェイですよね、うん、まあ本当に人間の聞こえる帯域のほとんどがもうここから、うん、あの出ちゃってるというか出せちゃうんで、うんうん、まあ、特に本当に声なんかも本当にあれなんですよ、うん、全部ここから出てるん で、うん、で本当に一つのユニットから全部のその音がこうやって出てるんで、うん、本当にその音のズレがないんですよね、うんうん、音のズレがなくその人間の耳まで綺麗、うん、に届くんで、うんうん、その透明度が高かったり、うん、その定位感が良かったり、うんうん、あの音にスーッと入っていけるっていうのは、うん、まあ、これのお金なんですけど、うん、はい、まあ本当にもうこれがもうこのメーカーさんのもう本当にもうアイコンになっちゃってますよね、うん、はい、で、この R700 に関してはこのユニットは、確か11世代目の、うん、ユニキュードライバーが搭載されてて、今は12世代まで行ってるんで、うん、1世代前の、うん、結構新しめや、はい、言うたら かなり新しいです、うん、のものがまあ搭載されてるってことで、うん、はい、まあ、まあいいと思いますけどね、かなりいいです、うん、これこの、前の動画でもなんかちょっとお話しさせてもらったんですけど、うん、
R シリーズではないんですけど、あの、うん、KEF の、うん、あの Q300 っていうモデルもちょっとレビューさせていただいた時に、うん、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、うん、その家元になんかあれなんですよ、あの君たちは、うん、池田君たちはちょっと早い段階でなんか結構大型のスピーカー手に入れてしまったから、うん、こういうブックシェルフの、うん、あのモデルの音もなんかしっかりちょっと聞いといた方がいいということで、うん、その Q300 っていうモデルを、うん、もうすごいのにセッティングした音を家元に聞かせてもらったんですね、うん、まあ、その時の衝撃がまあ未だに残ってるってことで、うん、はい、本当にセッティングさえうまいことしてあげれば本当に大化けするスピーカーなんですよね、うん、あのKEFさんのスピーカーは、うん、まあ、そういう意味からそういう意味でもまあ本当になんかこれも追い込めそうですけどね、これもね、はい、もう このモデルっていうかそのメーカーさんのスピーカー聞くたんびになんかその思い出っていうか、うん、それがちょっと思いあの出てきて、うん、懐かしくなるんですけど、うん、まあ、今もなってたんですけど、うん、まあ、本当にあの素晴らしいですよ、うん、あのこれ本当に生で聞いていただきたいです、あの、うん、これなかなか言葉で説明するのは本当難しいんで、まあね、本当にでその店員の良さとかもう言葉でなかなか伝わらないんで、うん、店員がいいとか、うん、見通しがいいとか、うん、そういうあの楽器の配置とかも分かるとか言っても、うん、多分本当に伝わらないと思うんで、あの本当にこういうのが聞けるところがあれば、うん、あの本間物にちょっと触れて、うん、本物の音にも触れて、うん、みたいなことを、まあ、毎回こんな話だけどね、そうですね、強く思います、うん、なかなか本当に見えないものを言葉で表現するっていうのは本当に難しいんで、まあ、本当に下手くそでなんか申し訳ないんですけど、いやもう自信持ってやってくださいまあでも本当にこういうものを本当に聞くと世界観本当に変わると思うんで、うん、そうだね、なかなかちょっと最近では触れる機会が多分あまりないと思うんですけど、うん、なかなかそういう町の電気屋さんとかにはないですから ね、 そうね、あの こういうこのクラスのものはやっぱり専門店に行かないと聞けないんで、うんうん、まあ、専門店っていうとちょっと敷居が高いように感じられると思うんですけど、うん、まあ、気軽にそうや、ね、まあ、聞きに来ていただければいいかなって個人的に思います、まあ、僕もなかなかやっぱセッティングせんかったら全然持ち味出ないんですよ ね、 そうですね、本気じゃ、ね、本気じゃどんだけポテンシャルのあるものでもそこで判断するのも厳しい、そうなんです、正直そうなんです、もういろんなお店あるんでね、そうなんです、本当セッティングしたところでね、はい、あの第一印象で決まっちゃうところがかなり大きいんで、ってなったらね、あのちょっとあれなんです、ブランドイメージもあるし、はい、で結局バスレフが後ろにあるから、そうなんです、あの今回のセッティングもまだ甘いと思うんですよ、はい、正直、はい、まあ、このお部屋においての感想なんで、これ多分本当にこうガーッと下げて壁側に持っていくと多分溢れるぐらいに多分出るんじゃないかなって思うんですけど、まあ、今回はまあこの状態でのお話なんで、うん、あれなんですよね、うん、はい、いいスピーカーと思いますよ、いいスピーカーです、音のまとまりも素晴らしいですし、うん、まあ、本当ここはさすがだなと思います、うん、あのまあアンプもね、まあ、プリメインですけど、そうです、ね、結構ドライブ力あって、そうです、すごくいいアンプだと思います、ね、はい、いいと思います、ね、力強くて、うん、見た目以上に馬力がある感じですね、いいと思います、はい、まあね、まあ正直明日はお客さん来るんですけど、明日、明後日か、あ、そう、明後日から来に来るお客さんなんで、そうなんですね、まあ、動画出る頃にはもうね、はい、あれなんですけど、はい、まあこれ気に入ってもらえればいいかなっていうふうに、本当にいいと思います、思うんですけど、ね、まあ、今もう現行のものではないんで、うんうん、あれなんですけどね、まあ、引き続きあれです、R シリーズはまあ今もちゃんとあるモデルなんであれなんですけど、まあね、下取り品なんでね、はい、多少値段はあれできると思うんで、ね、程度もかなりいいですから、でこの下取りした前の人がね、はい、結構見てくれてるんで、 YouTube ね、嬉しいです、うん、いつも見てるよって言っていただいてそうそう、喜んでくれるんじゃないかな、なんか本当に自分の下取りしたスピーカーがレビューされて、はいはい、嬉しいですよ、そう言っていただけると、ねね、なんか本当にありがたいなっていう、ね、まあ、ね、こういう機会があるから僕も聞けるわけですから、そうだ、ね、なかなか、はいね、またお嫁に行くかもしれないんで、そうです ね、 ね、まあ、大事にしていただける方のところに行けばいいなと思います、そうですね、はいはい、まあ、今回ね、はい、こんな感じで、そうですね、ちょっとなんかもたもたっとした感じというか、綺麗になんか言えてない感じですけど、いやいやいや、まあ、そんなもんですよ、まあまあ、そんな感じで、はい、はい、勘弁していただければちょっとあれですけど、はい、じゃあ、まあ今回はね、はい、
真っ黒クロスケと真っ黒クロスケにかなりなんか今回はこれ好きなんよ俺これいいですよねこれね可愛くない可愛いですよほんとねああいうああいう高いところですよねでもなかなかちょっと、ね、高いんですよ天井高くてねああちょっと持ってああ意外とこのマクロクロスケって売ってるようで売ってないんですよね、うんうん、なんか売ってそうじゃないですか売っとった意外となんか、可愛いよね、意外となんかないっぽいんですよね、うん、なんで頑張って作ったんですけどね、うんうんうん、いや可愛いです運動気に入ってますああお母さんよかったですお母さんありがとうございますここで生かしてもらえてよかったですよ、本当にああもっとってもいいかなと思ってああ もっとあれですかいやここにもちょっとチコンとおるんですけどああかわいいですよ本当に結構こういうの好きなんでああいいですよね、うん、こういうのいるとそうそう、うん、まあまあ今回はね、はい、こんな感じでお届けしました、はいはいまあ、もしよかったらまた、はい、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました、はい